体重測ったんだけど、なんか思ったよりそんなに増えてないなって思ったんで、ちょっと今回は緩やかに調整していこうと思います。結構過去の動画だったらがっつり食事の量を減らしてたから、がっつり減らすわけじゃなく、元の体重に戻すだけなんで、3日ぐらいで 1.5 ぐらい落とせたらいいなっていう感じ。今緩やかにダイエットしていこうと思います。ご飯の時に撮ります。よし、お昼ご飯作ります。まずね、玄米があって、納豆、卵。まずね、納豆を入れます。私はね、からしはいつも入れません。私ね、納豆は小粒かひき割りが好きですね。で、卵はポーチドエッグ作ります。フォークで2箇所穴開けて水入れます。水入れてラップして、30秒ぐらいチンします。なんかね、本当はね、アボカドも入れたかったんだけど、全然熟してないやつしか売ってなくて、その中でもいけるかなと思ってこれ買ったんだけど、全然ダメだったなので、納豆、卵、海苔でいこうと思います。きたきたきた、いい感じじゃん。めっちゃいい感じじゃない。これをこっちに入れます。水切れたので移します。よいしょ。そして、この私のお気に入りのこの海苔を入れます。入れすぎた、ちょっと入れすぎたけどいいか。最後に醤油をかけて完成です。じゃーん。本当はね、アボカドがあったら最高なんだけど、これはこれでね、美味しいのでよしとします。じゃあ向こうで食べます。美味しそう。いただきます。やばい、最高、めっちゃ美味しい。いいね、全然アボカドなくていけるわ。やっぱこの海苔が最強なんだよね。美味しすぎる。しかもすぐ作れるから超時短だよね。水持ってくの忘れた。あの海苔さ、私最初ドンキかどっかで買ったんですけど、9点で見つけてこの3つセット買いました。めっちゃ安くない？しかも届くのもね、そんな遅くなかったから、よかった。私さ、よく生理止まったりしませんかっていうコメントとかよくいただくんですけど、止まったことなくて、生理不順はあるけど、でもそれでも中1とか中2くらいだから、全然ダイエット始める前なんですよ。で、しかもその生理が止まるじゃなくて、生理が止まらない方の不順、もうずっと血が出続けちゃう方の生理不順はなったことあるんだけど、来なくなったことはないんだよね。多くて1週間ずれるくらいなので、そんなに気にしてないけど、婦人科系はね、定期的に検査行ってるんで大丈夫と思います。なんとなく自分でこれ以上痩せたらなんか生理止まるなっていうのが分かってるんで、それ以上痩せることはないし、私今の体重ベストが42なんだけど、42がちょうどいいから、それ以上ね痩せないようにしてるし、太りもしないしっていう
感じなんで、まあ、大丈夫かなと思います。あー美味しかった、ごちそうさまです。ペロッといっちゃいました。でもお昼食べたからちょっと多分眠くなると思うんですよ。なのでちゃちゃっと仕事頑張っていきたいと思います。あのダイエットコーヒー飲みたいと思います。このタンブラーもよくね質問来るんですけど、これはね韓国のスタバのタンブラーで、多分どっかの動画で紹介してると思うんだけど、あの一応概要欄に貼っときますね。インスタのハイライトに Q10 っていうのがあるんだけど、その Q10 っていうところに全部私がよく動画で使ってるものとかまとめてるので、よかったらそこ見てもらった方が早いかも。これはねほんと汗かかないからめちゃくちゃいいんですよ。で大容量なんで水とかねたくさん入れれるからすごいおすすめです。何よりね可愛いんだよね、この色味とか。よし、じゃあ晩ご飯作っていきます。今日はねスープ作るよ。豚ひき肉を入れてごま油で炒めます。ニンニクちょっと入れます。水入れます。鍋キューブの1個入れます。ちょっと中火ぐらいにして入れます。でお豆腐入れます。ちょっとめんどくさいからもうスプーンですくって入れます。でもやしを入れます。醤油入れます。ちょっとね味噌入れます。うん美味しい。このぐらいの味がいいね。あとねラー油お好みで入れたら完成です。美味しそう。こんな感じです。じゃあ家で食べたいと思います。いただきます。今ね時間が5時27分です。いただきます。うん美味しい。やっぱさダイエットの時さスープ系っていいよね。なんかいっぱい作ったらさ次の日もいけるしめっちゃ楽。でもめちゃくちゃ美味しいこれマジで。今さあの U-NEXT でご近所物語見てるんだけど、何回見ても面白い。私さ矢沢愛先生の作品めちゃくちゃ好きで、もうなんか世界観とか本当憧れなんだよね。洋服とかもすごいドタイプだし、登場人物もみんなかっこいいし可愛いし、これ見るとなんかモチベ上がるっていうかもう気分が上がる。もうずっと私の憧れ。ご近所物語見たことない人ちょっと見てほしいな。めっちゃ面白いよ。すごいキュンキュンする。つとみもかっこいいんだけど、私的にはゆうすけがめっちゃ好き。かっこいいし、ロン毛であのファッション、もうドタイプすぎてさ、もうなんかずっと見てられる。ごちそうさまでした。ということで、1日目の食事はこんな感じでした。明日ね、朝一、また体重測ってみます。では、今日はここで終わります。おやすみなさーい。
いしょ。はい、ってことで今時間が5時9分なんですけど、ちょっとね、お昼に食べたホットケーキがめっちゃボリューミーで、すごいお腹いっぱいになっちゃったので、はい、夜はちょっとリンゴで控えたいと思います。やっぱダイエットの時はよくリンゴを活用するんだよね。いただきます。うん、甘くて美味しい。もうリンゴ買って帰ってきて思ったけど、ヨーグルト買って帰ればよかった。ヨーグルトにちょんちょんってしてさ、食べればよかった喉乾いた。ホットケーキすごい美味しかった。なんかさ、今日もね、めっちゃ暑かったんだよね。外の気温でも24度ぐらいあったんじゃないかな。なんかさ、私んちさ、なんかめっちゃ暖かいんだよね。日当たりいいのもあるんだけど、結構こう室内暖かめだから、全然こんな格好でもいけちゃうんだよね。てかさ、本当もうあと2ヶ月でさ、今年も終わるじゃん。本当早いよね。やっぱね、最近というか、なんかつくづく思うのは、人生って長いようで短いと思うんですよ。本当あっという間だと思うので、だっていつ死ぬかわからないし、もしかしたら突然明日死んじゃうかもしれないし、なんかね、何が起こるかわからないじゃん。だから私本当後悔なく生きたいから、やりたいこととか、なんか少しでも気になってることとかあったら全部挑戦するし、やらない理由を考えないようにしてる。なんか私の性格的に結構気になったこととかやりたいこととか見つかったらすぐ行動しちゃうんですよ。物心ついた時から結構もうずっとそのタイプで、もう何でもすぐ行動しちゃうんだよね。だからまあ失敗したこともたくさんあるし、良かったこともねあるんだけど、でも結局トータル面で考えたら良かったことしかないから、まあ、ダメだったらダメで、そのずっとモヤモヤするよりはまあスッキリするから、そういうやっぱ目標とか、ね、夢がある方がやっぱ毎日生きてて楽しいなって思うんだよね。私めっちゃ夢あるからさ、いっぱいもっと数えきれないぐらいやりたいこととか叶えたいことたくさんあるんだけど、やっぱね、そういう目標あった方が毎日すごい楽しい。それこそダイエットもその中の一つだと思うんですよね。綺麗になるっていう目標があるから、こう食事制限したりダイエット頑張れるじゃないですか。そう考えたらなんかダイエット頑張れません？一回でもこう最高の自分をさ、写真に収めたいじゃん。写真とか動画とかね、生きてるうちに、そう、人生やっぱ楽しまないとなって思う。ラストです。ごちそうさまでした。2日目のご飯はこんな感じでした。明日ちょっとラストですね。ラスト調整して4日目の朝測って終わりです。じゃあまた明日ね。はい、ってことでちょっとお昼ご飯食べていきたいと思います。今ね、ちょうど1時になるところです。今日は1日目に作った丼あるじゃん、あれにやっとアボカド入れて完成しました。本当はね、これを作りたかったんだけど、はい、これ食べていきます。味付けとか全部一緒です。いただきます。やばい、やっぱアボカド入れたら超美味しい。ちょっとさ、本当家の日当たりが良すぎてめっちゃ暑くて半袖。なんかね、朝お腹空いてなかったから何も食べてなくて、コーヒー飲みました。取り忘れちゃったんだけど、メイトコーヒーいっぱい飲んで、ずっとこう仕事してて、これがね1食目ですね。でもいい感じに体重戻ってきたからよかった。この後ね、スーパー行こうと思うんだけど、夜彼氏が家帰ってくるから、私が最近得意な野菜の甘酢あえ作ろうと思います。あれね、すごい美味しいって言って食べてくれるから作ってあげようと思って。で、あれ野菜いっぱい取れるし、ね、ダイエット的にもいいと思うので、あの具材を買いに行きたいと思います。ごちそうさまでした。ほんと美味しすぎてね、ペロッと食べれちゃう。ということで、今から眠くなる前にちゃちゃっとやることを終わらして、スーパー行ってっていう流れで行きたいと思います。じゃあまた頑張ってきます。バイバーイ。よいしょ、ちょっと休憩タイム。もう眠気やばすぎてさ、ちょっとダイエットコーヒー飲みながら目を覚まそうと思います。もうなんかポカポカしてマジで眠たいんだよね。ちょっと最近の私のお気に入り商品でも紹介してみような。この子です。じゃーん、新しいプルミットです。私さ、ずっと
この子持ってたんですけど、ドゥグルミット集めようと思ってさ、この間注文したって動画でも言ったと思うんだけど、届いた。これはね、一緒にチェリーシュガーでゲットできるんだけど、なんかね、いろんな種類があってマジで可愛いのよ。なんかさ、パン屋さんのやつとか、バスロープ巻いてるやつとか、いろんな子がいるから見てて飽きないんだよね。そう、可愛い。なんかさ、カップルみたいじゃない？可愛いよね。これからちょっとこの子もたくさん外に連れ出したいと思います。はい。のグルミットと、このね、グルミットつながりなんだけど、これこれ。これね、さっき届いたんだよね。じゃーん。グルミットのスリッパ。めっちゃ可愛くない？もふもふ。なんかさ、冬だからさ、やっぱもふもふのスリッパ欲しくて。これもチェリーシュガーなんだけど、かわいい。めっちゃあったかいしさ、このさ、なんていうの、ソールっていうか、そこか、そこがさ、なんか靴みたいになってて、めっちゃ歩きやすいんだよね。こう汚れてくるじゃん、やっぱ裏って。だけどなんか洗いやすそうなので、結構長く使えそうな気がする。お部屋でもさ、絶対気分上がるじゃん。最高。もうこれからが、もう今日から履きたいと思います。あとね、これですね。ネイルパーツ、これはね、9点で買えるんだけど、こんな感じでいっぱい入ってるんだよね。ネプリンとかクロミとキティちゃんと、これシナモンですね。そう、いっぱい入ってるからさ、めっちゃいいなと思って買いました。もうセルフネイラーにとっては最高ですね。はい。あとこのね、前に紹介したシビッツなんだけど、あとね、リボンとね、数字とアルファベットをちょっと足してみました。気分によってね、いろいろ変えてるんだけど、アルファベットとかもさ、やっぱ推しの文字とか入れたり、まあ、これはラムネの R なんだけど、いろいろカスタムできるので、そう、なんか可愛いなと思って、シビツまだまだ集めてます。前はね、隣のような感じでした。まあ、なんか気分によってコロコロ変えるので、また戻すかもだけど、とりあえずね、つけてみました、新しいやつ。こんな感じでーす。はい、ということで、ちょっと最近のお気に入りをちょこっと紹介してみました。じゃあまた仕事してきまーす。野菜もね、今切って水につけておきました。それでちょっと焼いていこうと思います。できた。じゃーん。美味しそう。ちょっとさ、ごま振ってみよっか。うん。おー、いい感じ。よし、あっち食べまーす。はい、ってことで、やっと作れたので、晩ご飯食べていきまーす。これね、大好きなの。いただきまーす。美味しい。さつまいも。おいしい。やっぱさ、この時期気温の変化激しいじゃん。だから野菜いっぱい取った方がいいよね。野菜あんま好きじゃないからさ、なんとかこう味付けして食べれるって感じなんだけど、もうね、生野菜がマジで無理なの。なんか普通の千切りキャベツとかも、もうドレッシングめっちゃついてないと無理だし、ほんと苦手でさ、なんか草食べてる感じ。火通したら全然いいんだけどね。このね、太いレンコンがあるんだけど、これ切るのめっちゃ苦労したんですよ。もう全然包丁がさ、刺さんなくて全体重かけてこうやって切ってさ、超大変だった。食べてる時にさ、私がよく雑談するじゃないですか。なんか話してほしいトークテーマとかさ、あったらちょっと教えてほしいかも。なんか何喋ったらいいんだろうってたまに行き詰まる時があって、もしよかったら、なんか、まあ、恋愛とかさ、人生相談でも何でもいいから、ちょっと教えてくれるとありがたいです。ごちそうさまでした。美味しかった。
ということで今回3日間の食事をとってみました。最後にまた明日の朝体重測るからそれも載せておきます。ってことで今回は3日間の調整 Vlog でした。はい、ここまで見てくれてありがとうございます。失礼いたします。